通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、以前もお伝えしました将軍の話題になります。皆さんこれご覧になりましたか？現在ですね、公開スタートいたしまして、その評価がですね大変なことになっております。もうこれは絶賛と言って差し支えないでしょうね。本当にものすごいことになっているんです。各メディアからですね、まあ、続々とレビューの方が上がってきているんですが、その中でもあのゲームオブスローンズになぞられて語っているところが非常に多くてですね、まあ、大変興味深いことになっております。本日はロッテントマトのスコアや主要メディアのレビューなどを見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが FX のミニシリーズ将軍ですね、現在日本ではディズニープラスで独占配信されておりまして、皆さんこれご覧になりましたか？プクタねこれ見たんですが、これは本当にすごい、震えますね。もうね、一切の妥協なし、ド直球で日本を描いているということで本当に驚きました。そしてその後ですね、まあ、各社からこの将軍に対するレビューというのが出ているんですが、もうね絶賛です。本当にすごいことになっているんですね。でこれがね、日本でどのように報道されているかというのはちょっとねいまいち分かっていないんですが、この番組ではね皆さんにこのあたりお伝えしておこうかなと思いまして、本日はこちらを見ていきますが、非常に特徴的だったのがですね、各社あのゲームオブスローンズとの比較なんですね。こちら見てください。バラエティゲームオブスローンズ、ローリングストーンもそうです。ここにゲームオブスローンズあります。デイリービーストもね、こちらゲームオブスローンズということで、この家対家の重厚な戦い、このあたりがですねゲームオブスローンズの再来として語られているというわけなんですね。そしてね、まずちょっとこちらを見ていきましょうか。おなじみのねロッテントマトです。こちら見てください。まだねあの公開間もなくって投票数自体が少ないんですが、現在ですねこちら視聴価の方がなんと満点です。 100%、 そしてオーディエンスが 97% なんですね。ちなみにこちらですね、初日の時点では 100% というのを確認しておりまして、しかもまあ瞬間的ではなくてしばらくねずっと 100% だったんですね。現在これ収録が2日目なんですが、まあ、票が増えてねずっと 100% をキープするということはないと思いますので、まあまあとにかくすごいことになっているんですね。こちらですねクリティックの方は、まあ、100% ですからね、当然ずっとねトマトが並んでおります。どこまで行ってもこうやってねトマトですね。ではねこちらトップクリティックの中から、まあ、トップの方がね厳しくなる傾向がありますので、こちらをねちょっと見ていきたいと思います。インディーワイヤーですね。このシリーズは最も抜け目のない戦争を仕掛ける個人を過度に強調するのではなく、最終的には平和の手段としてのつながりについて描いています。これは当時、そして特に現在では注目に値するビジョンです。ファイナンシャルタイムズですね。この広大な物語を時代と文化の特殊性に根付かせるための骨の折れる努力が将軍をこれほど魅力的なものにしている理由の一部です。しかし、権力と誇り、個人の野心と部族への忠誠心を検証することで、この物語が時代を超越した普遍的なものであることが保証されます。AV クラブです。当時の正確なディテールが豊富です。風景は感覚の共演、演技も素晴らしい。エンターテイメントウィークリーです。最初のフレームからゴージャスで没入感のある新しい将軍は、巨額の予算をかけたセットピースが核心部分の人間ドラマを決して曇らせない素晴らしい大作です。こちら CNN もレビューを上げてますね。ジェームス・クラベルの小説を FX が豪華にアップデートしたもので、アクション、ロマンス、政治的陰謀が混然一体となり、他のリミテッドシリーズとは異なり、その重みを維持しながらもさらにそれを増している堂々たる全10部作となっている。こちらテレビガイドですね。将軍ではテーマ的にも歴史的にもドラマチックにも多くのことが起こっています。この映像から魅力的なプロットの前進する勢いを決して放棄することなく、全てを巧みに処理しています。ではですね、トマトにもありましたバラエティのレビューをちょっとね見ていきたいと思います。バラエティトップクリティックなんでね。 FX のミニシリーズ将軍はゲームオブスローンズ以来最もトランスポーティブなテレビ叙事史ということで、こちらですね、トランスポーティブとあります。こちらが本日のキーワードになります。情熱的な、過剰な、あらゆる場所から別の場所へ運ぶ、または移動させる力を持つことということで、こちらねトランスポーティブというのは、まあ、トランスポートですよね、輸送、運ぶという意味になりますが、心を動かすようなという形容詞になるんですね。あの感情を揺さぶるようなとかね、没入感のある、まあ、そういった意味になります。つまりその人の感情というのを強く揺さぶって別世界に連れていくというようなニュアンスですね。ということで、こちらは FX ミニシリーズ将軍はゲームオブスローンズ以来最も感情を揺さぶるテレビ叙事史。将軍は黒沢監督のミューズである三船敏郎が出演し、オーソンウェルズがナレーションを担当した1980年のミニシリーズだ。しかし10年以上の歳月をかけてこのコンセプトを2024年のために復活させたことで、クリエイターのジャスティン・マークスとレイチェル・コンドーは心理描写のバランスという大作テレビの真の秘策を手に入れた。この FX シリーズはハリウッドは大
対策のために別の世界を作り上げるのではなく、自分たちの世界をもっとよく見つめるべきだと示唆している。もうね、ここは本当にその通りで、バラエティはね、多くのことを語ってくれています。この将軍ね、もう見て驚いたのが、この西洋に対しての媚びがね、ないんですね。もう本当にガチンコ勝負なんですよ。もうなんて言うんでしょう、この空気感とか、この日本のね、家同士で語られるこの駆け引き、この会話、これって海外の人わかるのかなみたいなことがね、ずっと展開するんです。この感じ日本人にしかわかんないんじゃないの、そんなことがね、ずっと展開していくんですね。もう媚びないんですよ。で、このバラエティ誌ではそれがね、ハリウッドに対しての教えになっていると言っているわけですね。わずか10話のエピソードで、将軍は視聴者を緊張と忠誠の複雑なネットワークの中に置き、満足のいく結末で完結した物語を語らなければならない。説明はうまく処理されているものの、それは気の遠くなるような作業だ。将軍には1980年当時は見向きもされなかった現代の威信を象徴するものが数多く登場する。画面上で描かれる様々な死の形の中でも、生きたまま茹で上げられるシーンと、これね、釜茹でのシーンがあるんですね。至近距離からの大砲による攻撃は最も忘れがたいものの2つである。しかしリブート版の最大の特徴は、2000年代に入ってからのテレビドラマの特徴である曖昧さと明確な正義感の欠如を共有する登場人物たちである。ラストサムライのエド・ズウィック監督が日本のトム・クルーズと呼んだ定評のあるスターであり、将軍のプロデューサーの真田が演じる虎長は比較的伝統的なヒーローであり、これ以上の権力を望んでいないという指導者の主張を額面通りに受け取ることを拒否している。浅野は、これ浅野太郎ですね。浅野は彼の大変総合的な機械主義のためではなく、むしろ彼を非常に好感の持てる存在にしている。マリコは他人の言葉を器として行動するかもしれないが、彼女の不幸な結婚と深く根付いた信念が伝わってくる。ゲームオブスローンズとの表面的な類似点がある。空位の王座をめぐる5人の競争権や、権力闘争の対立する側面にある2人の幼馴染に関するストーリーラインなど。しかし、これらの両シリーズを真に結びつけるのは人間に焦点を当てたことであり、それが将軍をスリリングで没入感のあるイベントテレビ番組としての地位にふさわしいものとしている。こちらローリングストーンですね。将軍が古典的なテレビミニシリーズをゲームオブスローンズ級に変身させる。ここがね、ローリングストーンっぽくて面白いですよ。リチャード・チェンバレン主演の1980年の白人救世主版、これホワイトセイビアって言うんですね。ラストサムライもね、実はこれで叩かれていた部分もありますが、1980年のホワイトセイビア版は忘れてください。 FX、Hulu によるジェームス・クラベルの小説のやり直しは焦点を変え、スケールを大きくしています。これはすごいです。ちょっとね、全文は読みませんが、いくつか抜粋しますね。キャストが素晴らしいです。真田のカリスマ性と強烈な静けさにより、虎長が多くの敵よりも常に後手先を行く人々を鼓舞するリーダーであり、優れた戦略家であることが完全に信じられます。アンナ・サワイはマリコの顔に浮かぶ苦痛な表情ごとに多くを語ります。勝利のある戦士、ヤブシゲとして、浅野忠信は楽しくもありながら、若き七人の侍時代の三船敏郎を彷彿とさせます。コズモ・ジャービスの演技は意図的に大げさであり、それがこの美しい場所で彼がどれほど異質であるかを強調しています。まあもうこれは間違いないですね。真田様は優に及ばず、沢井アンナさんですよ。この存在感ね、すごいです。半端なかったですね。この方もともとアイドルだということで、ちょっとびっくりしましたが、まあまあ本当にね、このローリングストーンはね、この役者陣が素晴らしいということを書いていますね。こちらデイリービーストです。将軍はゲームオブスローンズ以来の最も壮大なテレビシリーズ。この象徴的な小説が FX によって豪華かつ莫大な費用をかけて本案されました。全てのフレーム、ディテール、プロットポイントにそれぞれにふさわしい先見の明があります。現地での撮影や大部分が日本語で行われている将軍は、時代や文化の細部に富み、深みと重みを与えています。虎長とジョンの物語は誠実さ、犠牲、二重性に関するアイデアに根ざしており、その一部分は少し曖昧ではあるものの、理解のある男性と女性によって組織化された広大で刺激的な肖像画になります。クラベルの本に慣れていない人は、それがどこに向かっているのかを正確に予想することは難しいでしょう。それは鋭い脚本と演出、そして優れた演技の副産物であり、ここでは屈強なジャービス、表現力豊かで心のこもった沢井、カリスマ性のある浅野、そして権威に満ちた指導力のある真田によってリードされています。はい、ということで本日はですね、先日配信がスタートしました将軍、この各社のレビューを見てまいりました。さあ、いかがだったでしょうか。皆さんどうですか。ご覧になった方いらっしゃいますか。この将軍ね、ほんとすごいなと思ったのが、本格的に日本というのを押し出した重厚なドラマというのが展開するんですが、エンターテインメントとしてですね、本当に優れているんですよね。だからこそ評価されているんじゃないかなと思います。こう見る側のことをですね、本当に考えて作ってあるんですね。それがね、とてもよくわかる描写というのがありまして、ブラックソーンという、まあイギリス人がいるんですが、これが真田
真田広之演じる虎長に呼び出されて会話をするというシーンがあるんです。そうすると当然ブラックソーンは英語、虎長は日本語ですので間に通訳というのが入るんですね。なんですが2人の会話が進んでいきますと、この通訳の声がですねだんだんフェードアウトしていくんですね。でいつの間にかこのブラックソーンと虎長が英語と日本語で話しているという風になるんです。これはね見事でしたよ。こうすることによって2人が英語と日本語で会話をしていても間に通訳が入っているんだろうなというのがこちらに分かりますので、会話のテンポを損ねないんですね。これね似たようなことを1990年の映画レッドオクトーバーを終えてダイハードのジョン・マクティアナン監督がやっています。これはソ連の潜水艦の艦長がアメリカへ亡命するというお話で、出演陣がロシア語を喋るんですね。なんですが役者さんずっとロシア語を喋るわけにはいきませんよね。ましてや海外では字幕を読むというのが一般的ではありませんので、ずっと字幕で見せていくということもできない。するとこのジョン・マクティアナン何をしたかと言いますと、とある一人の役者がロシア語を喋っているんですが、その喋っている口元にねカメラがずーっとズームインしていくんです。ずーっとズームインしていって、あれなんだろうなって思うと、その役者が喋っている言葉がですねパッと英語に切り替わるんです。そしてそのカメラがまた元にずーっと戻るんですね。それ以降その映画の中ではロシア語が英語に置き換わるんです。バイブリエスキーアルメギドン And the seventh angel poured forth his bowl into the air, and a voice cried out from heaven, saying, It is done. これにより見てる側は英語を喋ってるんだけど、まあ本当はロシア語を喋ってるっていう設定なんだなというのがわかるんですね。これはね本当に見事なシーンだと言われています。つまりこの将軍というのは日本を忠実に描きます、本格的に作りますとは言っているものの、制作者側のですねエゴにはなっていないんですよ。ちゃんと見る側のことを考えているんですね。ちゃんとねエンターテインメントとして成立しています。でもやっぱりね以前の動画のコメント欄にもディズニープラスかと言ってる方多かったですよね。どうですか今ディズニープラスって900円でしたっけ月。いやプクタはですね900円払う価値はあると思いますよ。だって900円ですからね。映画1本見に行ったら2000円でしょ。いや見る価値はあると思いますよね。まあ最悪ね1月で大会すればいいだけなので、どうでしょう1ヶ月契約してみて将軍見るでしょ。あとほら最近ね扱いましたソウルフルワールドも見れますよ。あとほらもし見れてなかったらマイエレメントも見れますから、あの夏のルカも見れます。どうですか皆さん、まだ足りないですか900円。そうだな、そしたらこれどうでしょう、ドラマプクタね大好きグッドドクター、ディズニープラス見れちゃいます。これはね面白いですよ。新シーズンできるんでしたっけね。このね役者さんフレディハイモアと言いますが、あのチャーリーとチョコレート工場のあの男の子です。覚えてますかね、尊敬する役者さん、やっぱりジョニーデップだそうですが、どうですかグッドドクター、これで900円ならお安くないですか。今ならですねこの将軍も見れちゃいます。お安い、さらに年間プランであれば実質2ヶ月分